やばい音出してる。私はあれ落書き帳どこ、落書き帳どこ行った、あった、あっちだ、よいしょ。よいしょ、見つけました。ではこの回は「マリアクイズ&いろいろベスト8」ということで昨日準備しました。これをみんなに、まずはクイズからいこうかな。この回は9時半までやります。9時半までやります。さっき伸ばした分ちょっと短くします。ではこれ順番むずいな。じゃあまずは第1番、じゃじゃん。私がチームメイトのオーディションで歌った曲は何でしょう。なんだ、あれ、ちらほらですね。では全然意外にこれはあれだと思ったけど、答えはじゃん、ランランランです。ランランランをね歌いました。好きだったから。なんかすごい合ってない、なんか可愛いランランランって字がロゴに見えてきたです。これすごい好きなのだけど、カラオケに入ってないから歌えないんだよねって感じです。これはね割と初級編ですよ。続いてな、じゃん、じゃこれ何でしょうこれは何でしょうか。ハリセンボン、これは割と当たりが多いのかな。でも分かんない人もいるよね。それはうわすごい、なんか歴史を感じる。ちょっとこれはさ、もう3年前ぐらいとかだったらさ、もう毎日これだったからさ、一緒に3、4年前とかもうこれな、これだったから、ずっとこの絵も永遠毎日のように描いてたしね。ということで答えはもぎまりです。はい、もぎかすみと私でもぎまりだったんだけど、毎日2人でいたから仲良くて、でイベントも超いっぱいやってて、だから私のファンの方でもぎまりを知らない方はいなかった。わあすごい時代を感じるね。そうなの、懐かしい。本当に何度も福島行ったし懐かしい。知らない
か。そっか、この尖ってる、もぎの顎が尖ってるし、私の顔はまん丸だしっていう、この両極端な2人だったんですよ。でもぎが外羽で私がボブみたいな。こんな、やばマジか。そう、もぎまりで電話しながら流れ星見たりしてた。懐かしい。そっか、知らない人もいるのか。なるほどね。じゃ続いて、もうちょっと問題の感じ変わってきます。今までで一番リッチな経験は何でしょう。私の AKB でのリッチな経験をしたんですけど、何でしょう。おお、すごい、すごいすごい。正解です、正解です。ぶぼ噛みまくりなんですけど、ボラカイ灯ロケ。これはショールームイベントで、あの美人百花に乗れるイベントで、で1位2位には入れなかったんだけど、特別賞をいただいてボラカイ灯に行くことができました。でもうえぐいリッチなロケで、ホテルとか経験したことないようなことばっかりで、すごかったの。このボラカイ島に行くまでも、なんかラウンジみたいなところで船を待って、飛行機の何回も乗り継いで、飛行機乗り継いで、でなんかラウンジみたい、ホテルのラウンジみたいなのがちょっと海またいだところにあって、そこで待ってなんかティーみたいなの出されて、で水上バスみたいな乗って、でボラカイトに着いたと思ったら、なんかラッパとかでお出迎えされて、と思って衝撃で、でホテルは車で移動、ホテル内の敷地なのに移動は車だったりとか、すごい経験をしました。本当にホテルも一人一部屋だけど、もう広すぎて、多分小学校の教室ぐらいあったホテルの部屋っていうぐらい本当にすごかったです。朝ごはんも美味しかったっていうね。これは本当に改めてショールームを通してみんなにありがとうっていうことで、いやめっちゃすごかったんだって本当に。続いて、じゃあこれ、私が初めて買った AKB の DVD は何でしょう。すごい、ずっと踊ってるね、ダンスパーティーだね。これはね、ポロッと言ったことある。お、当たってる人がいる、すごいすごいね。では答えは、サプライズはありません。埼玉スーパーアリーナだっけ、だよね。サプライズはありません。おお、初めて買って、それでそこでは私の推しメンのアミナさんは多分鏡の中のジャンヌ・ダルクを踊ってたり、あとはすごい好きな流れがあって、野菜シスターズ、隣のバナナ、オンリートゥデイみたいな流れがあって、そこがすごい好きでしたね。こういう回タイトル懐かしいよね。あれ、サプライズはありませんだっけ。
だっけ、不安になってきた。あ、代々木だって、代々木第一体育館だって。わ、私持ってるのこれだ、この緑。わあ、これはあれだよね、多分さ、マジスカのなんか流れの曲とかもあった気がする。めっちゃ好きだった。あ、タワー？やばい、タワー見逃した。今から遡れない。タワー1位の方かな。りょう、幕張の群マニア、今度は名前呼んでね。え、待って、さっき読み忘れた、ごめんなさい。りょうさん、タワー、ありがとう、ごめん読み忘れて、ありがとう。これ気づくの遅くてごめんなさい、ありがとう。見てくれてる、気づいてるかな。ありがとうございます。では続いての問題いきますよ。これ何分までだっけ、30分までか、ちょっと待ってね。じゃあどうしようかな。じゃあちょっとめっちゃ個人的な、はい、じゃん。私がこの1年で一番泣いたドラマは、テレビドラマ。もう早速当たりの人がいる、すごいんだけど。あ、これは割と最近の話だから結構当たりが多いですね。お、当たり多い、嬉しい。やっぱ最近はね、最近。正解は俺の家の話。そしてこのルーキーズは、あの、まあ、1年ちょい前だけど超泣いた。これはね、でもあれだから、その今やってるドラマではなくて、これは本当リアルタイムで見てて、もう本当に超泣いた。最高、最高のドラマだった。まあ確かにこれぐらいしかちゃんと見てなかったってのもあるけど、大豆だも見たよ。まあルーキーズはやばかったよね、もうとなるぐらいまで泣いた。この俺の家の話は、あの、ジュジュと、ジュジュを老人ホームに置いてお別れするシーンで、もうビビるくらい泣きましたね。すごかった、いい、好きなドラマです。じゃあ続いて、どうしようかな、開会式がちょっと気になるけど、はい、ではこちら、私の実家のお部屋の布団の柄は何でしょう。めちゃくちゃ
個人的な。これはね、難しいよ。っていうか知らないはずだよ。絶対当たってる方はいないでしょう。正解は空の気球です知らんがなって感じだよね。しかもこれは本当に恥ずかしい話で、あの IKEA の子供の売り場にあった。でも可愛いと思って買っちゃったんだよと思って、割とね派手なんですけど可愛くて、これにしたらすごいお部屋が子供部屋みたいになってます。はい、でした。むずいでしょ。もうむずいのが続くよ。じゃあ続いて、これはねどうかな。私が女優になりたいって言えるようになったきっかけの舞台は何でしょう。思ってても言えなかったんですよ今まで。でも言っていいんだって、言わなきゃいけないんだって思った舞台があって、これは何でしょう。すごい当たりが多い、嬉しい。何で知ってんの。その頃から応援してくれてる方が多いのかな。嬉しい、正解です。 B スクール、これは多かったね。 B スクールでバメチを通してすごいね、なんかぶつかっていろいろで、演出家の方、三浦さんっていう女性なんですけど、結構体育会系ですごい1対1で1時間ぐらい教えてくれたり、教えてくれるというか、なんだろう、すごい指導してくれて、でそれでその期間を通して、あ、言えるようにならなきゃいけないんだなと思って、自分の夢とかを言おうって思うようになったきっかけだったね。のです。日本語変になっちゃったけどね今ね。結構私にとって大事な機会でした。本当にあと3問、皆さん何問当たってます。今のところも何の表彰みたいなされてるの？マラソン？あ、え、今なんだマラソンは。なんか美味しいね今。なんで今なんだろう。マラソンが最後なの。はい、じゃあちょっと戻るね。もう全然当たらない。ちょっとむずい問題作りすぎたね。誕生日はとか血液型はとかの方が良かったのかな。え、なになになに、黄色なの未来タワーが。私さ、実はさ、福島県のイベントでミライトワとソメイティに会ったことあって、
もう推しメンなの。私さ、キャラクター好きじゃないですか、ミッフィーとかキリミちゃんとか。もうそれぐらいで普通に好きで、一緒に記念写真撮ってもらったもん、ミライトワと。で、私ね、入浴剤買っちゃったの、ミライトワの。後で見せるね。まだ使ってないけど入浴剤買ったんだ。使わないとな。そう、 J ビレッジ。はい、じゃあもう次の問題いきます。はい、じゃらん。チーム8で初めて集まった時、バスに隣に乗ったメンバーは誰でしょうか。初めてチームメイトで集まった時、移動があって、その移動のバスで隣に乗ったメンバーがいるんですよ。それは誰でしょう。おー、みんなすごい当たってる。すごいね、なんで知ってんの、すごいね。これは結構言ってるけど、すごい、みんな正解。あやねちゃんです。そうなんですよ、みんなすごい当たってる。あやねちゃんはエリアも一緒だし、県の並びも、まあ、前後だし、同い年だったし、すごい短時間で結構仲良くなれて、なのでその移動の時、あやねちゃんが隣にバス乗ってくれて、二人でいろいろ話しながら移動してました。嬉しい、みんなしてくれてて。結構私言ってるもんね。でもね、すごい嬉しい。では残り2問です。でも本当意味わかんない問題です。これは知らんがなだと思うけど、いや、この問題やめようかな。いや、はい、あ、やめよう、これはまだもうやめよう。どうしよう、封印しようかな。じゃあ最後の問題にします。だって意味わかんなすぎるもん、この問題。私昨日ほんと夜遅くに考えたから。昔兄2人に呼ばれていたあだ名は。私でもいっぱいあったんだよ、あだ名、昔から。ほんとに家の中で呼ばれてる、まあ、基本的にはマリって呼ばれてたけど、そうじゃない、なんか意味わからんあだ名がいっぱいあったの。何その言葉って、今思っても何その言葉っていう謎のあだ名単語すぎて、自分で書きながらなんだこれって思ってたんですだけど、またマラソンかな。もうこれ当たってる方は絶対にいません。もうこんな言葉知らないもん。答え、マンテチ。マンテチってなんやねん。あ、まんじゅうとかも呼ばれてたけど、まあ、テチがついて可愛いけど、マンテチとはなんだよ、何これっていうね、今になってマンテチってすごい自分のあだ名だったから、まあ、すごい親近感のある4文字だけど、改めて考えるとなんだこれって思うよね。昔からまんまるだったから、まんじゅうでまんだけど、てちは何だったんだろう。マジでまんてちうちは本当にやめてね。意味わからんから本当やめてね。もうここだけの話。今度お兄ちゃんに会ったら聞いてみるわ、マンテチって何だったんって。おもろい、はあ、めっちゃ身内ネタだわ、すいません。じゃあ最後、あ、最後、はい、
じゃらん。群馬ツアーで初めて置かれたものは何でしょう。まあ知名度のツアーいろんな会場やってって群馬ツアーに行ったんですけど、その群馬ツアーの会場で初めて置かれたものがあったんですよ。実は何でしょう。ほうほう。これはどう？ちょっとだけいましたね。あたりの方が来てくれてたのかな。もうこれも6年前ぐらいだもんね。正解は顔はめパネルとウェルカムボードです。ウェルカムボードって言っていいのか分かんないぐらいのあれだけど、あのなんて言うんだっけ、なんか大きな紙に書いて貼ってもらった、なんかありがとうございますみたいな書きたいって言ってやってもらったのと、顔はめパネルは分かんないけどなんかあった私がよく顔はめパネルやってたからかな、から私の顔はめのパネルを置いてくれて入り口に。結構ねこれは思い出です。だって顔はめパネル自分のなんてね嬉しい。これはこのあとどっかの県でやったのかな、顔はめパネル置くとか。ないよね多分、わかんない、なさそう。あくびふふ懐かしいな。ということで、すごい結構むずいクイズになっちゃったかも。何問当たりましたか。2問1問マニアックすぎる、0 1問くらい、0ギリ1全滅、0 1問めちゃむずい問題私作っちゃったじゃん。めちゃむずいね。今度なんか初級編とかの方がいいかあやねちゃんのバスとかさ、ウィースクールとかドラマがやっぱ正解多かったかな。意外にもぎまりがもうなんか化石になっていて悲しい。私たちマジか、いろんなことやったんだよこの2人で。この絵もずっとサインのごとく描いてたからね。そっかー、じゃあ続いては、これ昨日考えててすごい楽しかった。じゃらん、マリアのいろいろベスト8。これはインスタって何かありますかって言ったら、ベスト8いろんなの発表するみたいのがあっていいなと思って考えてきました。マリアのいろいろベスト8。じゃあまずこの1年の思い出&事件ベスト8ということで、8位しおりさん、7位めっちゃ傘なくした、6位ある撮影、5位一人暮らし、
4位マジ無理舞台、3位ハニハのイベント、2位事務所移籍、そして1位がチームメイトツアーファイナルということで、まあ、8位の千織さんはこの間の浦安鉄筋家族の舞台でずっと一緒で、あの仲良くなれて嬉しかったし、もっと仲良くなりたいって思って、で今でも千織さんとの日々が恋しいので本当に楽しかった思い出です。で7位のめっちゃ傘なくしたはもう字の通りです、もうめっちゃ傘なくした本当に。6位ある撮影、これはねまだ言えないんですけど、もうね忘れられない撮影になりましたし、今の私にとって忘れられないし、多分今後の自分にとっても大切な、なんか一日時間だったなって感じする。で5位一人暮らし、一人暮らしをちゃっかり始めてたんですけど、意外に知らない方もいて、どっかで言ったんだけど意外に知られてないんだなって思って、で一人暮らしでもね、ホテル生活が本当に長かったから一人暮らしってなんか人生の転機かなと思ってたけど、うん、ホテル暮らしが長かったせいでそこまでなんか変化を感じていません。今知った、嘘だ、ブログとかでも書いてたよ。そうなんだ、うん、嘘、知らなかったの、嘘でしょ、マジ嘘、嘘だ嘘だ、もうさだってもうすぐ1年経つよ嘘でしょ、そうだから去年だよ引っ越したの、去年から一人暮らししてて、でだからポン酢にも会えないし、コロナ禍だから群馬にも帰れないし、だからホテル暮らしじゃなくなったのがすごいね自分にとってはめっちゃ快適です。やっぱ大変だったからね、服大量に毎回持ってったりとか、コインランドリーで毎回洗濯したりとかです。まあ群馬を捨てたとかそういう意味のわからないコメントは意味がわからないです。もともとホテル暮らしだったからなかなか群馬には帰っていけなかったし、捨てるはずがありませんので。そうだからポンちゃんに会えないんだよ、それが寂しい。ね、そう終電で帰ってたりとかしてたからね、それに比べたらめっちゃ楽になりました。お仕事の幅も広がったしです。で4位マジ無理の舞台、まあこれは殺陣とかダンスがすごい難しかったっていうのと、自分の中では初めての役柄ですごいあれだったのと、演出家の丸尾さんに言われた言葉が忘れられない、もう丸尾さんに結構厳しい言葉をいただいて、でもそれすごい嬉しい言葉だったんだけど、うん、自分の中で結構残ってる言葉なので、あとはやっぱメンバーと稽古してっていうのがすごい、私は経験がなかったから、メンバーと1ヶ月みっちり稽古して本番迎えてっていうのがすごい楽しくて、楽屋でもいろんな話とかできたりとか、すごいねマジ無理の舞台楽しかったです。周年とも被ってたしね。そして3位ハニハムのイベント、もうこれはさだって久しぶりのイベントだったじゃん、コロナで全然イベントとかできなくなっちゃった中でハニハモでイベントできるってなって、オンラインライブとカフェイベントみたいなのできて、ハニハモのメニュー作ってもらったり、うん、1日4回のイベントを4日間3日間やったりとか、めちゃくちゃハードだったけどその分楽しかった思い出です。またやりたい。そして2位は事務所移籍、これは本当にね実はすごい長期間かかって、やっと去年の11月に
発表できたことなんだけど、移籍が決まって、セントラルって名前から実は今 YK エージェントという名前に変わりました。で、事務所変わって今までできなかったことにができたりとか、それこそ東京に出てくる決断もできたし、まあ、ちょっと自分的に一歩進めたかなっていう出来事でした。そして1位はなんと言っても10メートツアーファイナルです。はい、これはもう言うまでもないよね。なんと言うまでもなく、もうね、超思い出です。うん、でもね、コールが聞けなかったのが残念だけど、でもやっぱずっとみんなと回ってきたツアーがこうして回り終わるっていうのは感慨深すぎたな。あ、では続いて、じゃん、忘れられない役ベスト8。8位ユキ、7位サキ、6位ひなた、5位ラセツ、4位ツバメ、3位乙姫、2位バメチ、そして1位はまだ秘密ということで、8位のユキは今年の4月にやった朗読劇なんですけど、もうね、ここまでヒロインかっていうぐらいヒロインだった気がする。なんか少女漫画のヒロインかっていうぐらい、あのすごい短いお話だったんだけど、儚くて愛されててっていう、なんか超ヒロインでしたね。そして8位じゃない、7位サキ、これはグーとパーでチョキを出すっていう朗読劇で、これすごい私台本が面白かったなって思って、めっちゃ今でもね台本読んだりとかするぐらい本が面白かったんだけど、これは小田と一緒に出た朗読劇なんですけど、結構ね本当良かった、おもろかった。でサキという役をやったんだけど、これは初めての朗読劇で、ほぼわからなすぎて、でもまあ熱量とか必要だったし、最後はなんか繊細だったりとかして結構難しくて、はい、でもすごい楽しかったなっていう役です。で6位のひなたは最近やってた浦安鉄筋家族の役で、これはいつも何度もお世話になってる小田区さんで初めてのヒロインだったので、まあ、それなりのプレッシャーとかがあって、終わった時には涙が止まらなかった。その時にはめっちゃプレッシャーだったんだなって自分で知りましたね。やってる時はあんま気づかなかったけどね。で5位羅刹、これはもうみんな分かってると思うけど、マジ無理です。こういう力強い役は初めてだったから難かったね、難しかったし、なんかね、すごい体痛くなった縦とか姿勢で。そして4位はツバメちゃん、これはまだ舞台2回目ぐらいの時にやった役だけど、テンション高くやるっていうのが難しくて、まだその時の私には大笑いしたりするっていうのがその時難しくて、ところが難しいって思った役だった、その当時。でもファンの方からの人気も高い気がして楽しかったなって、でもその時は本当に難しくてできなかったなっていう感じでしたね。でも OL の役みたいなスーツとか着てたからです。で3位は乙姫、これは初めての主演の舞台で主演の役だったので、すごい思い入れというか
すごい思いが詰まってます。懐かしいね。もう3年前ぐらいになっちゃうのかな。乙姫ね、めちゃくちゃなんか贅沢な役だったなって思いますね。そして2位はバメチ B スクールです。チームメイトでの舞台で私にこの役ってぐらいすごい割と重めな役割だった気がします。私がバメチをやるっていうのは、その自分に足りないものがいっぱいある中で、そのすごいメンバーの中でバメチを自分がやるっていうのは、なんかもうやりたくないと思うぐらいちょっと自分には足りないものがいっぱいあったから、その分なんか向き合えたし頑張ったなって思うのと、あとは私がバメチやるっていうのは、実は演出の三浦さんがまだ私に会ったこともないのに選んでくれたらしい。直感で嬉しいです。直感で選んでもらったっていうのが嬉しいです。あ、タワー、これなんだろう、お城みたいなの、砂のお城みたいな、三角おむすび、群馬ニアさん、タワーありがとうございます。ありがとうございます。かわいい、砂の、砂なのかな、わかんないけど海みたいな感じなのかな。8月のギフトは、そして1位はまだ秘密ですけど、もうちょっと演じていてここまでしんどいと思った役はないし、もうなんか役がしんどかったけど自分自身もしんどくなってしまって、もう本当に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 辛かったけど、その分終わった時の達成感とか脱力感とかはすごかったし、なんか自分が経験したことない感情になったので、まだ秘密ですけど1位です。ダントツでね、辛かった。そしてじゃん、もう時間が結構あれだ。実はめっちゃ好きなお顔ベスト8です。8位なるちゃん、7位下尾、6位小田、5位ゆあみさん、4位れなっちさん、3位めぐさん、2位かれんちゃん、して1位トムさん。もうこんなの私がね、人の好きなお顔にランキングをつけるだなんて本当に申し訳ないっていうことを前提にもちろん書いてます。私が人の顔を好きだとか言うなっていう感じなんですけど、それは大前提でお願いします。今私は言いました。で、あんま言う機会ないじゃないですか、だから言ってみたけど、もうなるちゃんは初めて会った時から可愛いって思った。目がキラキラで、初めて会った時からもう大好きです。で、下尾はもうどん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 綺麗で可愛くなって、なんか綺麗7割可愛い3割みたいな、もうベスト、私にとってのベストななんか感じなの。うん、わかるかな、すごい好きです。大人っぽいけど可愛いみたいな。そして6位小田はやっぱり見れば見るたび綺麗になってるし、なんか前髪流した時とかドキッとするぐらい綺麗な顔面してるなって思う。そして5位、言ったことないです、言うの恥ずかしいけど、なんか実は岩見さんのお顔がすごく好きで、写真でも好きだし直接見ても好きなんですけど、あんまお話ししたことないんですけど本当に可愛いなっていつも思ってます。岩見さんはあんなに可愛いのになんかサバサバしてる感じで、ダンスも上手いし、でもお顔本当に可愛いし小柄だし髪も綺麗だし、あの好きです。はい、これを機に言ってみました。そして4位のれなっちさんはもう
言うまでもないぐらい綺麗なんですけど、リクアマってメンバーがひな壇から見れるじゃないですか。それでひな壇で見てた時に、え、お人形さんがいるって思って、それがれなっちさんでした。本当にお人形かと思いました、マジで。そしたられなっちさんでした、はい。そして3位はめぐさんです。めぐさんも昔から好き、本当に昔から好きなお顔です。めぐさんも下をみたいに綺麗と可愛いが混ざってて、めぐさん好きなんですよ。綺麗だよ、なんかお水みたい、下をもだけど、なんかスポーツドリンクとかお水みたいな感じじゃん。そういう人が好きですね。そして2位はカレンちゃん。もうカレンちゃんは好きなんだよ昔から。でもカレンちゃんは若いはずなのに、なんか年を重ねるごとになんかすごい綺麗だし、女感がすごくて、なんかレッスン着なのにシンプルなレッスン着を超着こなしちゃうし、髪の毛もサクッとしたお団子が超可愛かったり、前髪をなんかざっくり上げてるだけでいい女性に見えて、なんなら逆になんか髪の毛とかセットしてない方が綺麗なんじゃないかなって思うくらい、なんか雰囲気とお顔がめっちゃいいですよね。喋るとカレンちゃんなんだけどね。ほんと美人だよね、好きです。そして1位はトムさんです。昔から好きです、綺麗で、もう引くほど綺麗でビビります。もう言うまでもないです、本当に好きです。で、私ごとぎがランキングなんてつけてしまいすいません。でも本当にここだけの秘密にしてください、失礼な話なので。でも好きっていう気持ちを伝えられてよかったです。そして近々の目標、夢、野望、ベスト8。8位、綺麗になりたい身も心も。これはニキビもできてるのでね、もう内側から綺麗になりたいです。もうね、もうこれは女性として一生思うことなんでしょうか。ニキビなんてできない体になりたい。7位、食べまくって痩せたい。何言ってんだよって感じだよね。何言ってんだろう、まあ、そう、でもまあ野望だから、野望だからね。そして6位、ツイート常に200ぐらい欲しい。ツイートしてね、リツイートとかの数ってやっぱ気にするというか大事じゃん。いいねの数とかコメントの数とか、それがなんか常にたくさんあったらいいなっていう野望です。5位、デスク間接照明を置きたい。まあ、今日もねこんな感じで床座ったりして立ったりで、あれ、あ、これソファーの話だ。4位はソファーで、まあ、ソファー欲しいよね、やっぱ床だったり腰疲れちゃうから。5位はやっぱデスク、書いたりするとき、ああデスクがあったらなとか思うんだよね。ダイニングテーブルとかね、椅子と机の環境っていいよね。あと間接照明も欲しいよね、寝るときとか寝る前につける光欲しいよね。うん、野望だから、野望、目標。そして3位、家族旅行したい、海外行きたいです。これは本当にいつになっちゃうか分かんないけど、コロナで家族旅行をしたいよね、みんなしたいよね。家族に限らず友達とも旅行したいし、もう私だけの願いではないのは分かってるけどね、旅行したいよね。そして2位はウィキペディア、ウィキペディアそろそろ乗れるような人になりたいよね。ウィキってね、 AKB になったら乗れると思ったけど、そうではないんだよね。 AKB の中でも数人というか、まあ、選ばれし人だけがウィキってやっぱ乗れるのかなって思い続けて何年も経ってて、ウィキペディアね、すいません、
すいません、これはガチガチすぎてやばいね。ガチです、これガチです。すいません、ウィキペディア、すいません、お願いします。やっぱだってさ、舞台とかで一緒に出るキャストとか決まったらやっぱみんなまずウィキペディア調べるんだって。私ないからさね、あるとないじゃやっぱ違うよね。ないないよねって言われたことが何度もあって、あ、やっぱウィキってみんな下調べで見るんだなって。ちょっと喋りすぎて喉と目が痛くなってきて。して1位、映画に出たい、いっぱい出たいし、まあ、いつかいっぱい出れるようになればいいけど、とりあえず早く映画にまずは出たいですって思ってます。という感じで、そして最後、清水マリアの推しポイント書けませんでした。みんなで決めようって思いました。ですが時間があれなので、これは次の23時からのオールナイトできませんで、できたらいいなって思ってますが、今ちょっと聞かせて、メモるわ。清水マリアの推しポイント、みんな、いい子いい子、お黒、顔、人柄、癒し、料理、声、嫁かな、優しさ、どれだか、群馬、平等、なるほどね。すごいみんなありがとう、いっぱい嬉しい、メモすごいメモっちゃったけど、改めて見るとめっちゃ嬉しいわ、ありがとう。またこれ一緒に考え、またこれ一緒に考えましょう。やだ止まらないじゃん、嬉しいんだけど、ありがとう、急に嬉しい、優しい、みんなありがとう。ということでクイズといろいろベスト8をやりました。これ昨日の夜考えててすごい楽しかったんだよね。ありがとうございます。ではではでは、お風呂に入ってこようと思います。そして23時から復活オールナイトできません、やります、イエイ。ではランキング読みます。あ、目と喉が。20位、香港ヘイデン群馬ニア、問題難しいな、簡単なのも後でやりましょう。19位、新実費エイトの日群馬ニア、ありがとう。18位、スティーブ女優さん頑張れ、頑張るね。17位、ひろのり群馬ニア、いよいよ次ラスト頑張って、ありがとう、ラスト早い。16位、同胞は多い、ありがとう。15位、幼いクリーニング群馬ニア、実は毎回着替えてます。え、一緒に毎回着替えてくれてるってこと、おしゃれ祭りじゃん。14位、ケンケン群馬ニア。13位、ジンガヤ群馬ニア。12位、タッチゴール群馬ニア。11位、ジャン群馬ニア。10位、なお群馬ニア、なんか群馬ニアいっぱいだね。9位、北海道の群馬ニア、マリナギ大好き、イエーイ。お、変わった。10位、香港ヘイデン群馬ニア、問題難しいな、あ、すごい上がってきた。9位、フットパシフィコ横浜から、まだ北口を、遠いね遠いね、気をつけて。
8位ケンケン群マニア、7位コバ群マニア。仕事行くね、最後まで見れなくてごめん。あ、今から仕事なの、頑張ってね、頑張ってね。何時に終わるんだ、バイバイ。6位東中太郎、東中太郎。5位幼いクリーニング群マニア。ごめんなさい、アバターなら。あのご本人ではなくアバター毎回着替えてるってことね。おしゃれ祭りじゃん、一緒だね。4位ソウスケ群マンテチニア、マンテチのこと私だって忘れてたのに、さすがです、ありがとう。3位カズミン群マニアが生まれてきた理由、それはマリアと出会うためガチ恋工場だ、ありがとう。2位三角おむすび群マニア、ありがとう。そして1位は両幕張の群マニア、まだあの秘密の役気になる、まだ秘密っぽいです、ありがとうございます。1位両さん、ありがとう。タワーもありがとうございます。そして三角おむすびさんもタワーありがとうございます。じゃあ次で最後になります。あっという間だね、8時間配信って。じゃあ23時から始められるように頑張りますが、遅れたらごめんなさい。では一旦終わります。バイバーイ、みんなもお風呂入ってきな、バイバーイ。